皆さんこんにちは。ホジドラ写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。今日はダヴィンチリゾルブの、チュートリアルでございます。タイムラプスで役立つ、ダヴィンチリゾルブの、テクニックをご紹介いたします。今日はですね、動画にアニメーションをつけるというのをやります。タイムラプスムービーにアニメーションをつける、そのアニメーションをつけるにはキーフレームというものの設定が必要です。結構簡単なので、ぜひトライしてみてください。それでは行ってみましょう。今ここにタイムラプスのシーケンスが表示されています。ここからタイムラプスにする方法っていうことに関してはこちらの動画を、はい、見てみてください。で、そのままもういっちゃいますね。はい。で、エディットページに行きます。で、タイムラインに落とします。で、タイムラインを落とします。はい。で、そうすると、横に黒い帯がついてますよね。これはですね、写真のデータは、縦横のアスペクト比が4対3、まあ3対2の場合もあると思うんですけども、それで撮られてって、要はその、ちょっとスクエアに近いっていうんですかね。で、それとは別に今こうやってモニターですね、とかテレビの規格っていうのは、アスペクト比っていうのは16対9っていう規格なんですよ。ですので、横長モニターにその写真を当てはめて、上を合わせると横が余るよっていうことなんですね。まずこれを横、黒帯をなくしましょう。タイムラインに放り込んだこのシーケンスをクリックした状態で、まあズームですね。はい、ズームのところをこう動かしていきます。だいたいね、1.19 って、もう手でこうやって打つことの方が多いんですよ。1.19 にすると、黒帯なくなります。はい。で、これで黒帯がなくなったっていうことは、上下余ってるってわかりますかね。ここのですね、1の Y、X が横が Y なんですけど、この Y をクリックして、マウスを左右に動かすと、こう上下に動かせるんですね。そうすると、ちょっと予備っていうか、余ってる部分がこう出てくるの分かりますかね。はい、上下ずらせるんですよ。はい。これを活用します。まず、タイムラインの一番左まで再生バーを持っていって、ここで、この、動かしたい、この、動かしたいこのツールっていうのかな、の横にこのポチってあるんですよ。これがキーフレームのボタンになります。はい。まず、今回はこの Y ですね。この上下に動かしたいなと思いますので、Y をの横にあるこのポッチを押します。で、一番右まで行って、で、端まで行くとこれも次のシーンの頭なので、1個戻すといいです。1個戻して、もう1回ポチッと押します。はい、そうすると、ここに矢印が出てきますので、この矢印を押すと、キーフレームを打ったところをこうぴょんぴょん飛べるんですね。今最初と最後に打ったので、こう再生バーが、これがね、再生バーが右に左に動きます。はい。要は、ここを起点として、キーフレームとキーフレームの間を動かすっていうことをやってくれるんです。これがアニメーションと言います。はい。で、一番最初のクリップ。じゃあ今回は上から下に下がっていきましょうか。風景がちょっとね、すごいんでね。はい。で、これ、上に行きまーす。この時に、はみ出すことのないように、こう、黒いのがこうやってはみ出てるとかっこ悪いので、きっちりはみ出ないようにしましょうね。はい。このマウスのクリクリ、これなんて言うんだろう、マウスのクリクリって言ってもいいけど、マウスのクリクリを押すと、こう、拡大ができて、コントロールを押しながら、はい、だと、縦。で、コントロールシフトで左右に動きます。はい。で、そうすると、なんか、おかしいところになりましたね。はい。おかしいことになりました。これね、真ん中に戻すには Z、ショートカットで Z を押すと、戻ります。はい。で、今、キーフレームを追って一番上に行きました。じゃあ、次のキーフレーム、一番右ですよね。ここをポチッと押します。はい。で、ここで、下まで行っちゃいましょうか。
はい、下まで行っちゃいましょう。こんな感じですか。はい、でこうすると今上から下に動くタイムラプスになります。はい、ちょっと今データが重いのでカクついてますけど、こういう風にアニメーションをつけることができるんですね。はい、これで縦から下、上か、これで上から下っていうアニメーションができました。で、上から下以外に、まあ、左から右もできるし、解像度に余力があればね、その横に動かしても大丈夫ですし、あとこうズームするっていうのもできますね。今度ズームするってやってみましょうか。でこの、右側にあるこのくるくるってボタンあるじゃないですか。はい、これを押すとこの部分が初期値に戻ります。ピッと、はい、初期値に戻ります。0、0に戻りましたね。で右上のこのプラスのクリック、これを押すと、この変形っていうツールに関して全部初期値に戻るんですよね。だから 1.19、 この横帯もまた出てきちゃったんですけど、コントロールズームで戻します。はい、じゃあ今度はズームアップしてみましょうか。ズームアップするときはまあ良い注意ですね。例えば画像の解像度がそんなにないのにズームアップするとただ単にその画像が荒くなるだけですから、例えばその800万画素以上のカメラで、撮った素材であれば、800万画素 4K、に落とし込んだ時に400万画素分余りますから、そうするとズームアップできますからね。はい、で、またキーフレーム1個、今度は途中で止めてみましょうか。この辺で止めてみましょう。はい、でこれでキーフレーム打ちます。で最初のキーフレームでこう、そうだな、引いてくものにしましょうか。こういう風にします。そうすると、はい、こうやってね、だん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 こうやって引いてくアニメーションをつけることができました。でもちろんさっきの位置ですね、縦と一緒に合わせても大丈夫です。ここで、ちょっとねこの剣ヶ峰っていうこの建物がもうちょっと真ん中に欲しいなと思ったら、ここで、縦のこの Y ですねのキーフレーム打ちます。で同じところで止めましょうか。ここでこのズームの方のこの右の矢印やると、ズームのキーフレーム右側に移動しましたね。でここで同じくキーフレームを1個打っときます。はい、そうすると、このズームと位置の同じところにこうキーフレームが打たれました。はい、このチェックがついてるの、赤くなってるのがその特徴で意味ですね。この赤くなってるのが、キーフレームが打たれてますよっていう意味なんで、ずれてたらこれついてないですから。はい、でここでちょっと、どうすんだっけ、最初をもうちょっと上からスタートして、最後の構図こんな感じにしましょうか。ここで今縦も調整しましたけど、引きながら上下も若干動いてます。まああんま分かんないですけどね。こういう風な構図の調整ができるようになります。でキーフレームどこ行ったかよくわかんないやってなるときあるんですよ。そういうときはですね、このクリップのこのなんか四角いひし形のマークあるじゃないですか。これを押すとキーフレーム打った場所出てきますから、こうやってどこにキーフレーム打ったのかなみたいなの出てきますんで、はい、これで見ること、これでチェックすることができます。あとはこれで動画書き出せば OK ということですね。はい、ということで、以上になります。このアニメーションというかこのキーフレームですね。このキーフレームは今回この変形ってとこだけに使いましたけど、全部に対して基本的にこう使えるようになってます。まあ、使えるところにはこのキーフレームのマークがついてるところですね。皆さんがですね、どういう動画にしたいかっていうそのイマジネーションに合わせてこの辺使ってみてください。はい、それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。どうもどうもー。